テレビの前の皆さん、こんばんは。神ココです。今日も楽しく一緒に賛美をいたしましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。My power and light, He's my friend, never fail. Jesus is my power and light, He's my friend, never fail. Jesus is my power and light, He's my friend, never fail. Jesus is my power and light, He's my friend, never fail. Jesus is my power and light, He's my friend, never fail. Jesus is my power and light, He's my friend, never fail. He's the way, the truth and the life, He's my friend, never fail. He's the way, the truth and the life, He's my friend, never fail. What a friend we have. What a friend.
ありがとうございました。ドキドキしてますけど、ほんまですね、はい、いやー大変です。そうです、はい、でも、はい、主を喜ぶことは本当に素晴らしいことです、はい、そうです、ね、はい、そして私たちも体いっぱい使ってそうなんです、はい、賛美することと決めました。はい、はい、ですので私たちは踊りながら歌って、ダビデのようにですね、そうです、いきたいと思います。はい、はい、あ、そうです、私たちのご紹介をちょっといたしたいと思います。そうですね、はい、まず神ココという名前から皆さんに、はい、お伝えしたいと思います。神ココっていう名前は簡単に言うと神はここにいるという言葉をそのまま使っています。そうなんですね、そのまんまやんって突っ込まれるかもしれませんけれども、 でも本当にいい名前だなと私たちも思いながら、はい、既に神様が共におられることを意識して、賛美していっています。 そうです、そしてですね、私の紹介を少しさせていただきたいと思います。はい、私は神ココのゆかと言います。ダンスしながら踊ってすごくいつも一生懸命やってて大変なんですけれどもそれでも神様をこうやって喜んで踊って賛美できることに喜びを感じております。そしてまた私は、グラフィックデザインの仕事もしておりまして、デザインの仕事でそちらを生かしながらも賛美する仕事を与えられております。またこれも生かしつつ、主に歌っていきたいと思います。そして、あ、はい、こんにちは、ゆうこです。私はですね、実はなんとここよりも一回り以上上なんですけど、やばいですけれどもでも神様がこのデコボココンビをこういうふうに作ってくださいました、はい、で本当にですね、もうそんな年下の人と一緒にやるとも思ってなかったし、うん、そして自分自身がこうやって歌って踊ってっていうことも考えてもいませんでした、はい、で私はですね、こっちはグラフィックデザイナーだったんですけれども、私は、ちょっとですね、アンダーグラウンドのお芝居をやっておりましてですね、うん、はいはい、結構ドロリとした演技をやっておりました、はい、でもすごい面白かったんですけれども、やっぱり何かが足りない、うん、何かがって思った時に、神様がもう本当にグワーってグワーそんなに勢いで、その勢いで、この道に、神様が引き寄せてくださいました。はい、はい、ゆうこもこうやって頑張っていきたいと思ってますので、はい、2人ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、はい、今1曲目は、慈しみ深き友なるイエスはという曲ですね、はい、皆さんご存知だと思いますね、はい、そうですね、はい、とても有名な曲です。これはですね、アレンジがすごいかかってるので、うん、私の友達がですね、うん、イントロドンしてやったら分からへんかった言ってはりましたけどそうですね、はい、はい、ね、でも本当にすごい楽しい仕上がりになってると思います、はい、次の曲はですね、皆さんもご存知のキリストには変えられませんという曲です、はい、この曲も私たちがとっても好きな曲です、私たちはついお金とか、うん、地位とか名誉とか、うん、物とか、あと何でしょうね、うん、人間だものね、人間だものね、はい、いろいろ欲がありますね、 その欲をいっぱいこう、うん、持ってこうしてるんですけども、結局それっていうのは全部もう手から流れ落ちてしまうものじゃないですか、うん、そうですね、でも聖書にあるように天に宝を蓄えなさいとおっしゃってますけれども、本当に私たちはそのイエス様に従って行きたいなと思ってるので、はい、そっち、その物とかお金ちょっと欲しいけどな、ちょっとな、はい、でも、それはもう神様が絶対与えてくださいますので、本当にそれを神様に全て委ねて行きたいと思います、はい、なのでそういうお金とか物とか名誉とか地位とか美しさとかどうでもええんです。イエス様だけを求めていきたいというその気持ちを、歌いたいと思います、はい、聞いてください。キリストには変えられません。世の楽しみをされ、世の誉れ
には変えられません。有名な人になることも人の褒める言葉もこの心を聞きません。世の楽しみをされ世の誉れよ行け。キリストには変えられません。世の何者も私たちですね、2曲ともちょっとダンスをさせていただきましたけれども、はいはいね、はい、このダンスはですね、ロゴスダンススクールというところの、はい、翔吾さんという素晴らしい先生にね、はい、そうでございます、はい、はい、教えていただきました、はい、私たちはですね、本当に下手らでいつもね、でけーとかやってますけれどもそうですね、はい、本当にご迷惑かけっぱなしで、はい、でもそれを一生懸命もうなだめすかして励まして、はいはい、もうやっぱりね、こういう時ね、クリスチャンの先生はいいなって思います。本当にね、ありがたいですね。ほんまにありがたいです、はい、はい、それでここまでなんとかなっておりますので、はい、本当に感謝してます。もし皆さん踊りたいと思ったら、うん、では池田のですね、ロゴスダンススクールの翔吾さんのところに行ってみよう。検索検索はい、はい、ということで、それではですね、次はですね、はい、ゆかの証を聞いていただきたいと思います。はい、じゃあゆかどうぞお願いします。はい、では私の聖霊様の体験を触れられた体験をお話ししたいと思います。私がゴスペルに出会ったのは約9年ぐらい前のことです。クリスチャンになってちょうど1年目ぐらいの時にゴスペルを習いたいなと思って、インターネットで検索して上がってきたのがこのこちらの優子が指導しているゴスペルクワイアでした。でそこに所属してからですね、彼女が毎年参加しているゴスペルのアメリカのカンファレンスがありまして、そこに私も参加させてもらうことになりました。もう本当に向こうの本場の音をこの耳で聞いて体で感じて、素晴らしい体験をその場で、アメリカの地でさせていただいたんですけれども、このカンファレンスというのはアメリカでもう、そうですね、20年以上続いている大きな、ね、カンファレンスで主催しているのが、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、オーハッピーデーという曲を作られたエドウィ・ホンキンスとそのお兄さんであるウォルター・フォーキンスのお二人で、ずっとやってらっしゃるカンファレンスです。残念ながらですね、ウォルターさんの方は少し前に、はい、天に帰られたんですけれども、はい、本当に向こうに行ってしか得られないものを私はその場でたくさん得ることができて、カンファレンスに参加してよかったなと今でも思っております。でそのカンファレンスは1週間丸ごとゴスペル音楽に関する勉強を1週間みっちり、させてもらえるんですけれども、そこで、毎朝毎晩礼拝があります。うん、で朝の祈祷会の時に、私も参加していたんですけれども、ひたすら、祈祷会なので先生のお話もあるんですが、皆さん祈っていました。
で私もその場で、祈っていたらですね、突然目はつぶっているんですけれども目の前がキラ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 輝き出してですね、でなんか温かいものがわーっとこう流れてきたんですね。でそして目の前にイエス様の衣が見えたんですね。衣がこうたなびいてる様子がもう目の前に本当に映像として出てきて、でびっくりしまして、でも本当にもうこう温かいものに包まれているのでなぜかわからないんですが涙がもう出て止めどなく流れて仕方がありませんでした。でそれでも私はずっともう祈りの中にあったんですけれども、するとですね神様からの休みなさいという言葉が私の耳に聞こえてきたんですね。でその時は休む、何を休むんだろうって分からなかったんですけれども、もうその時はただひたすらその聖霊様に満たされた状態だったので、イエス様の衣に触れたくてずっとこう手を伸ばして私は祈り続けていました。でその時はその祈祷会はそれで終わったんですけれども、その1週間コンファレンスがあって終わって日本に帰ってきてからですね、私の中にあった迷いとか悩みというのがそのあと突然変わってきたんですね。その時実は私は自分がこれから進むべき道をどうするのかということで悩んでいました。とてもやりたいと思っていた道があったんですけれども、踏ん切りがつかなくてですね悩んでいたんですね。ですがその聖霊様の体験をしてからですね、突然私はもっと神様のことを知りたいと思いました。ゴスペル音楽をもっと勉強したい、もっと人に訴えられるぐらい その技術も高めたいという思いが与えられました。で今までその行きたいと思っていた道がもうそこで別にもういいやって思ったんですね。で音楽の方法を追求しようと私の中で思いが芽生えまして、そう思ってから普通にまあ生活はしていたんですけれども、なぜか不思議なことにいろんなことがあらゆるこの私の周りの状況が整えられていって、音楽の勉強をするために東京に行くこともできましたし、うん、そしてその後なぜか本当に不思議なことにこうやって、うん、彼女と一緒に今音楽奉仕者として働いております。神様は私が私が生まれる前から神様は私のことを知っていて、どういうビジョンを与えようかと思ってくださっていたと思います。そして私がクリスチャンになって、クリスチャンになるまでにもいろいろありましたけれども、それもご存知で、クリスチャンになった後ゴスペルを知って彼女のとこに行って彼女と出会って、そして、アメリカに行ってそこで聖霊様の体験をさせていただいて、またこうやって神ココとして活動できるように、全てもう見えないこの道が、神様の道があったのだなと私はその時実感しております。で私たちは本当にいつも何気なく毎日過ごしていて、時にやっぱり神様のことを忘れてしまったり、自分勝手に行動したり、神様なんかいないよって思ってしまうぐらい辛いことがあったり、いろいろありますけれども、だけど神様はそれも全部ご存知で全部見てくださっていて、いつもこの私の隣にいてくださいます、うん、次に歌う曲はですね、その神はここにという、私たちのテーマソングでもあるんですけれども、本当にまさしく神様はここにいるんだよっていうことを歌にしております。そしてその神様がここにいてくださって、全て偶然ではなく必然的に合わせてくださった方々と一緒に歌えること、一緒に過ごせること、泣いたり笑ったり、また怒ったり喧嘩したりいろいろありますけれども、それも全部含めて皆さんと一緒にいれることを感謝して、一緒にという曲を続けて2曲歌いたいと思います。よろしくお願いします。神はここにおられる、ほらそばにあなたと共に、いつもいつも罪に気づいていない時でも、自分勝手
時でも、神様に背を向けてる時でも、主はいつも語りかける。私はこの世の終わりまで、いつもあなたと共にいる。今神はここにおられる。神はここにおられる。ほらそばにあなたと共に、いつも孤独の闇を歩む時でも、二度と立ち上がれない時でも、悲しみの沼に沈む時でも、主はいつも語りかける。見よう私はこの世の終わりまで、いつもあなたと共にいる。雨の日も風の日も晴れの日も嵐の夜も月の夜もあなたのそばに、今神はここにおられる。仕事場でも街でも家でも山の上でも谷の底でもあなたのそばに、今神はここにおられる。仲間といても家族といても恋人といても一人きりでもあなたのそばに、あなたと共に、いつも神はここにいさて。
pray for you. I pray for you. I pray for you. God loves you. God loves you. God loves you. ありがとうございました。本当にもうあっという間に最後の曲になってしまいました、はいはい、そうですね、最後の曲は I Surrender All という皆さんの知ってる曲を歌いたいと思います、はい、そしてこれはですね、ぜひあのテレビの前の皆さんも、はいはい、皆さんもですね、ぜひですね、あの一緒に踊っていただきたいなと思います、はい、その時はですね、皆さん踊りましょうって言いますので、こう一緒に画面の前でこう私の真似をしてくださいね、はい、そして本当に一緒に詩を楽しみましょう。はい、では最後の曲 I Surrender All よろしくお願いいたします。Oh, to Jesus, I surrender.